三、二。FM ギノアンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのための番組と銘打ってはおりますが、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、メンヘラジオ本日がね、なんと第80回の収録となっております。はい、すごいね、80回。はい、何回か前にね、ちょっと数字が分からなくなってて、うん、回数が、うん、77回がちょっとダブったりしてたんらしいんだけど、うん、今日がまず間違いなく80回っていうことに、ね、はい、まあ夏実さんの好きな、なんていうの、キリのいい回となっております。記念日的。そうですね、はい。じゃあ何しよっか。何しよっか、まあ一応収録日がね、まあ、4月1日月曜日となってまして、うん、まあエイプリルフールですよ、夏実さん。今日何か嘘つきました？はい、今日ですか？はい、嘘ついてません。お、さすが、嘘がつけない夏実さんですからね。はい、嘘つけない、あんまりつけない。たまにはつくけど、うん、ちょっとなんか食べ物隠したりした時とか、うん、なんかこれも食べたいけどあれも食べたい時とか嘘つくけど。どういうことか。食べたい時ばっかじゃん。健太さんはね、なんか言ったら毎日がエイプリルフールみたいなところあるから。そうなの、毎日嘘つきな。そうそうそう。びっくりしちゃうな。特にね、なんかギャがつくものが絡むとね、うん、嘘がもう、なんていうのかな、泉のように湧いてくる。本当？ギャングだね、じゃあ。ギャングじゃない、ギャングじゃない。ギャングじゃない。ギャンブルの方。ギャンブルの方、あ、そっちか。はい、まあ、ギャンブルが絡むとね、良くないんだけどね、はい、なんかもうなんていうのかな、そういう癖というかさ、なんか条件反射的に怒られたくないっていうのがもうこの20代前半からさ、ずっと続いてるからさ、うん、もう15年ぐらい、うん、もう嘘をつき続けてきたわけよ、うん、だからね、こればっかりはちょっと良くないんだけどね、うん、直していかないとなと、良くないなと思ってるので思ってるところですね。そうね、うん、できる限り嘘はつかないようにしていきたいけどね。そうですね、うん、みんなもエイプリルどう過ごしたのかな、ね、まあ、いろいろ聞かせてもらえればと思います。はい、はい、では本日も短いお時間ですが最後までよろしくお願いいたします。はい、メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもどしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、早速ツイキャス来ています。お、今日もリスナーさんいらっしゃってますか。ありがとうございます。あ、来ていますよ。ロアさん、はい、こんばんは。こんばんは。電波少し悪いかな。あ、聞こえたってことです。あ、よかった。よかった。電波悪かったかな。今はどうかな、うん、聞こえるかな。なんか俺個人的にね、なんていうのかな、うん、この個人の電波が悪い。違う違う違う、宜野湾市、うん、特にまあこの喜友名普天間あたりは、うん、やっぱり普天間飛行場の影響もあってか、うん、やっぱりね、夜遅くもさ、なんかヘリが飛んでたりするじゃん、うんうんうん、それで結構なんか電波障害じゃないけどさ、うんうん、あるような気がするんだよね。あるような気がするね、うんうん、テレビもなんか急に映らなくなったりする。そうそうそう、電波が受信できませんってなってね。そうそうそう、地デジが妨害されております。そうそうそう、はい、まあ、はい、沖縄大好きさん、こんばんは。こんばんは。先ほどメールありがとうございました。元気なんで沖縄大好きさん、この後読まさせていただきます。
こんばんは。で、皆さん、はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。マイクから外れて首かしげたら声がね、はい、頭下げた今。はい、あ、そうなんね、うん、OK、では、本日のトークテーマ、はい、発表の前に、はい、前回のトークテーマジンクスにいただいたメールがね、うん、ちょっと収録中に届いてて、うん、なかなかあのスマホでね、あのメールちょっとなかなか見れないっていうのもあって、うんうん、読めなくてね、うん、でもせっかくいただいたメッセージなので読ませていただきたいと思います。はい、はい、メンヘラネームプレイグさん、あ、プレイグさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。夏美さん、健太さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。最近自律神経が海外出張気味のプレイグです。遠いね。はい、テーマジンクス、特にこれと言ってないのですが、うん、気をつけていることは言霊です。うんうん、なるべく悪い言葉や気持ちを声に出して言わないようにしています。あ、 SNS でもなるべくそうしています。うん、言霊は信じています。うん、逆に叶ってほしいことはなるべく声に出して言うようにしています。うん、そんな感じです。ではでは、またねーとのことです。うん、言霊大事よね。大事だと思う。うん、やっぱネガティブな、なんていうのかな、言葉を口にしてると、うん、本当になんかそっちにね、あの感情とか気分が引っ張られていくっていうのあるからね。うん、うん、やっぱりだ、健太さんもね、ギャンブルで自分がね、ギャンブル行っちゃった時とかはね、うん、もう熱いシャワー浴びながら、うん、シャワーの音でごまかすけれど、うん、なんかすっごい放送には載せてはいけないような言葉を、呪詛をね、うん、吐き出しててね、ああいう時はやっぱり自分がどんどん暗くなっていく気持ちがね、沈んでいくっていう、なんか言霊は本当大事。うん、で、本当に逆にね、いいことはね、うん、どんどん口に出して相手を褒めたりね、うん、自分を褒めたりも大事かもしれないね。夏も言霊、あれ、当たったことあるよ。言霊が当たったことある。はい、うん、なんか聞いてみましょう。あのさ、はい、あの先生がさ、うん、病院の主治医の先生がさ、はい、あんたはあのお金の管理がちょっとあれだから、うん、もし彼氏とか旦那がギャンブルのパチンコ行くから夏美さんお金貸してって言われたら、うん、貸しそうって言われたわけ、うん、って言われて育ったわけ、うん、そしたら育ったっていうのも僕じゃん成長したわけ、うんうん、そしたらあのギャンブル依存症の人と結婚しちゃった。先生の言霊当たった。悪い方にかな、はい、いい方に。あ、本当多分だといい方にって今言ったから、今いい方に向かってる。あ、そうですか、ありがとうございます、うん、ロアさんがね、今日は1本収録ですかねって。あ、2本収録させていただきます。今日2本収録できたらします。はい、巻きでいきます。はい、巻きってないけどな。巻きでいきます。はい、では続きまして、はい、あの同じくジンクスに投稿いただいた、はい、メンヘラネーム沖縄大好きさん、ありがとうございます。夏美さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。はい、テーマジンクス、これといったことはありませんが、時々掃除して部屋の中をすっきりさせて空気を入れ替え、運気を呼び込むようにしてるっす、うん、とのことです。なんか風の流れとか入れたら、悪いのが飛んでいきそうでいいんじゃない、掃除とか。うん、でも昔からよく言うよね、掃除して、まあ、窓開けてね、風を通して、うん、中のね、うん、部屋の中のこもった空気を入れ替えることでやっぱり気分も入れ替わるし、うんうん、すごい、まあジンクスというかね、うん、自分が大切にしてることっていうところだけど、うん、まあジンクスと言ってもいいんじゃないかな。沖縄大好きさん、あれ知ってるかな、あの、うん、風の吹かせ方。いや、なんかそれツカポンがやってるやつ。そう、だからそれツカポンさんが、あの夢のツカポンさんが得意だから、うん、今度ゲストで来てもらった時やってもらいましょうねここでね。あ、ここで風が来たらもう本物じゃない。まあね、まあね、密室だからねはい、はい、では続きまして、はい、メンヘラネーム、うん、埼玉の坊さんに。はい、坊さん。はい、坊さんも、ジンクスにのテーマに、メッセージいただいてました、うん、坊さんからも。ケンタさん、なっちゃん、こんばんは。こんばんは。埼玉のゴーです。はい、テーマジンクス、来週に少年野球チームを卒団する次男のジンクス。
はい、来週にって言ってたからもう卒団はされてるかもしれないね、すでにね、うん、コーチとして試合にもベンチ入りしている僕ですが、はい、注意指導すると、うん、注意指導だね、注意指導すると硬直してプレーが悪くなり、うん、褒めたり盛り上げ頼むよって言うと、うん、ヒットを量産。へえ、それが分かってからはとにかく褒める埼玉になりました。へえ、とのことです。やっぱりじゃあ言葉の威力があるのかもしれない。いや、言ったらだからよくなっちゃんが言うじゃん、褒めて伸ばして中村夏実って。はい、だから郷さんの息子さんも、うん、褒めて伸ばして、そうそう、あの褒めて伸びるタイプの選手っていうかね、うんうんうん、でもね、その野球選手、プロの選手もそうだけどね、うん、まあ誰に限らずかな、うん、まあ人それぞれあると思うんだけど、うん、その褒めて伸びる人もいれば、うん、なんかそれこそ注意指導みたいな感じである程度ちょっと強い言葉で、うん、教える、うん、方が向いてる人もいる、もいるから、なんかその辺のやっぱり見極めはね大事ということで、へ、うん、だからそういうのをなんていうのかな、次男さんのそういう性質というか、うんうん、資質を見極めた郷さんもね、うん、ちゃんとコーチとしての目をしっかりと持ってるっていうことだから、うんうん、うちの親父もね、野球部の、僕が少年野球やってた時もコーチやってたんですよ、うんうん、でそのうちね、うん、あの監督にも監督になりましたんで、うん、少年野球の監督も、うん、どうだった、もしかしたら監督になるかな、あ、でもお子さんが卒業し卒団、うん、したらね、多分 中学生とかに上がって、少年野球から中学に上がって、うん、中学で野球し始めたらそこの応援にちょっとかかりきりになるかもしれないから、うん、なかなかそうはいかんかもしれんけど、うん、でも成長が楽しみですな、うん、そうだね、うんうん、みんなで育てていきましょう、はい、でね、まあ、今日のトークテーマの方に行きたかったんだけれども、うん、時間がね、はい、まあ、前回の、ジンクスというテーマについてちょっと話させてもらったら、うん、結構行っちゃったんで、うん、まあ、じゃあツイキャス読む、ツイキャス来てるものを読んでいただければ、ね、ペーターさんがね、 お顔がドーンって私のね、あのこれ腕が短いからなんですよマックスフルわかりますか腕伸ばしたら伸ばしたで、ね、伸ばしてもコメントがちょっと見えなくなるからね、そうそうそう、お顔がドン許してね埼玉の郷さん、はい、大阪のユニバ1日目の埼玉が大阪から、こんにちは、またユニバ行ってるの郷さん、インチキいいね、夕方飲みから夜飲みで今とりあえず帰ってきました、健太さん、なっちゃん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、いい ね、 いいね、飲みたいね夕方飲みから夜飲みで、すごいね、いいね、いいね、うん、飲みたい、うん、ビール派ですかね、なんだそれ、じゃあジンクスね、うん、なっちゃんはなんかジンクスありますか、ジンクス、はい、クーラーつけないと眠れない、暑い日はね、それジンクスかな違うジンクスとはまたなんか違う気がするなあのなんかジンクスを大切にしてるっていうので言うと、うん、まあ、やっぱりスポーツやってたらちょっとジンクスをさ、うん、なんかルーティーンっていうやつなんにもかかってくるんだけど、うんうん、あって、健太さんなんかはピッチャーやってたんだけど、野球やってて、うん、ピッチャーやってたんだけど、投げる前に、うん、まあ例えば最初に投げ、あ、1回から始まっていくじゃん、野球って9回まで、うん、1回のマウンドってまあ綺麗なのよね、マウンドって綺麗で、別になんていうのかな、うん、誰も投げてないからそれは綺麗さ、ま、うん、っさらな状態、うん、でもそのうち投げているうちに、うん、相手のピッチャーもね投げるわけじゃん、うん、そしたらまあ立ち位置が違ったりするから足の幅とかもね、うん、穴が開いていくんだけど投げるたびにそこがなんか気になって、そこをそのままにして投げてたらあんまりいい成績が出なくて、うん、なんかもうこれ思い切ってもう魔界がね、うん、進むたびに自分で鳴らしながら
地面を鳴らして投げようっていうのを心がけるようになったらすごく成績が良くなっていって、へえ、俺が投げるときはあまり負けなくなったよね。え、それ裏技じゃないの？いや、だからそれがなんか言ったら自分が大切にしてるジンクスみたいなところはあった。うん、穴に足突っ込まないみたいな。そうそうそう、他人が作った足幅の穴が気になって、うんうん、ちょっと投球に集中ができないとかがあったから。はー、そうそうそう、なるほどね。気を使ってた部分はあったね。へー、そうそう、これ多分ジンクスって言えるかな。細かいあるあるみたいな感じだね。うん、面白い。だからスポーツやってた人はいろいろあると思うよ、ね。本番の試合の時は、うん、右の足から靴下履くとかさ、勝ってる間は、下着を変えないっていう人もプロ野球選手には確かいたはず。下着を変えない？そう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 。下着の色を変えないだったかな。あ、色を変えない、うんうんうん、あ、それだったらね、うん、何枚も買えばいいからね。そう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 。だから勝ちが続いてる時は同じ色の下着を履き続けるとかね、うん、あったり。いいね。そうそう、スポーツは結構やってる人は、うん、もしかしたらそのジンクスみたいなのを大切にしてる人はいるかもしれない。そうかもね。うん、うん、そうそう。あとギャンブルで言うとね、うん、パチンコとかってまあ確率があるんだけど、うん、まあ、300回に1回ぐらい、まあ大体で言うけどね、300回転に1回は当たりますよみたいな確率で言うと、うん、300分の1で当たりますと、うん、でも稀に1000回転しても当たってない台とかあるのよ、うん、で俺それそういうのつって座りたくなっちゃうのよね俺が解放してあげなきゃって思ってでもそういう時って大概負ける、はい、うん、ハマり続ける。ハマってる台はもういつまでもハマるっていうね。そっか、はい、そういうのがあります。はい、ちょっぴり苦い話でしたでは、ここからは楽曲紹介のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、今日紹介しますのは柳凪さんで、春もどき。どうぞお聴きください。埼玉の王さんがさ、うん、ワイフがベロベロしてホテルの喫煙所で睡眠コインランドリーで洗濯物洗ってこいとご指示をいただきました。またねーって行ってらっしゃい行ってらっしゃいペーターさん言ってるよ、俺が解放せねばてんてんてん、店の思うツボだねそうだね、本当にそうなんですよそうだね、本当にそうだね、うん、そうそう。で、そのハマってる台を俺がじゃあ解放しなきゃって一生懸命やってる横に、うんうん、スーってきたニーニーとかおじさん、まあ他のお客さんがさ、うん、座ってほんの数回転で当てたりして、うん、ってなったやつ嘘でしょみたいな、なんで一個横に座っとけばよかったってそれができないよね。分かればいいのにね、今日当たる台が光って見える能力とか欲しくないか確かにね、なんか一つ願い事が叶うなら俺だからいつも思うよ、なんかリモコン持っといてからさ、うん、巻き戻しできる能力。巻き戻し？そうそうそう、巻き戻しめんどくさくない？巻き戻しして、うん、この台めっちゃ当たってたやつだっていう台に座るみたいなね、うん、あ、まあ、未来が変わっちゃうね。言ったら過去に戻る能力みたいなのは、うん、数時間単位のものでいいからそれだったらさ、未来に一回行ってさ、うん、宝くじの番号を見て帰ってきた方がいいじゃん。宝くじの番号って、あ、でもね、指定できるのかな、俺あれわかんないな。え、あ、ロト6とかだったらいいのか、ロト7とか、ロト6とか、はい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 、あ、そうだね、うん、それもそうか、うん、でもあれだよ、だからそういう能力って結構なんか代償きつそうじゃん。魂半分とか、そう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 、寿命半分とか、俺数時間でいいんだよ、
3時間ぐらいでいい、3時間で3時間2時間とか、2時間でいい、2時間で2時間済むかな、それでじゃあ2時間前に戻って、うん、じゃあ俺これ座ろうって言ってすぐ当たって、うん、みたいなね、はあ、人それぞれ楽しみ方があるんだねどういうあれよペーターさん、これなんて読むの、アマダイ、うん、アマダイの横は回収ダイとアマダイっていうのそうある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 だねペーターさんそれ、うん、はい、じゃあ戻ります、はい、はい、お聞きいただきましたのは、柳凪さんで春もどき、はい、こちらの曲はテレビアニメやはり俺の青春ラブコメは間違っている続、うん、まあ要は2期目ですね、うん、2シーズン目の、オープニング曲でした、うん、はい、まあ4月に入ったってことでね、うん、まあ春がつく、テーマの曲にしようかな、うん、春だからね、そうそう、いいんじゃないかなと思ってこの曲にしました、うんうん、でこの作品自体もね俺がいるって略されてみんなに呼ばれたりしてるんだけど、うん、すごく面白い、作品でね、うん、ケンタさんはアニメも見てたんだけどもちろん原作小説の方も、うん、あの読んでて、うん、まだでも最終巻までは手つけてないのよ、ちょっと読むのを楽しみに今積読してる状態ではあるんですけれど、うん、そうなんだね、はい、なんていうのこの春もどきも、春もどき、はい、柳凪さんの声がいいね、そう、声が可愛らしい、とっても癒される曲になってますので、ね、いいね、透明感がある、はい、なんか夏美もこんな声だったらよかったなって思ったりする来世ではダンスが踊れる人とか歌手とかに歌が上手くなりたい、うん、その気持ちすごい壊れますもう簡単はい、ではエンディングです、はい、メンヘラジオエンディングでございます、はい、エンディングです、はい、ちょっと音楽の設定をちょっとミスってまして、うん、ミスったの、なんかちょっと、はい、間が空きましたけれども気づかなかった、申し訳ございませんでした、はい、では収録としてはね、うん、今回第80回の収録で、うん、久しぶりの収録になったんですけれども、はい、はい、何週ぶり2週ぶりぐらい、2週ぶりぐらいじゃない、うん、結構相手に、そうそう、先週は本当にもう健太さんが飛んでったそうなんですよね、ちょっとまあもうほぼほぼ1週間なんていうのかな、月水月火でパチンコ行ってしまったっていうこともあって、日月か、日月、月火だよ、月火か、月火、うん、ちょっと帰らんぱというかね、帰りカンティしちゃって、うん、すごく帰りづらくなって、帰りづらくなっちゃったんだって、うん、お家、そう、久々にちょっとネットボックスで夜を明かすっていう、ネットボックスというかネットカフェでね、うん、夜を明かすっていうことをしてしまって、もう本当に夏美さんをはじめ周りの皆さんにはご迷惑をとご心配をおかけしてこの場を借りてちょっと改めて謝らせていただきます、はい、はい、どうぞ、申し訳ございませんでした、申し訳ございませんでした、いや、なっちゃんも謝らなくていいようん、そうだね、うん、で久々の収録でしたが、うん、いかがでしたか夏美さん、うん、なんか楽しかった、あ、本当ですか、うん、はい、トークテーマがね、うん、先週っていうかね、先々週の回か、先々週の回、放送回で言ったら、うん、放送回のものをそのまま引きずった形にはなっちゃったんだけど、うん、なっちゃったから、本来なんていうのか、2本目で撮る予定していた教えて夏美先生のコーナーがね、結局、うん、また次回に流れていく形にはなりますので、え、なるの、なります、なります、え、はい、だからまた改めてね、教えて夏美先生のコーナーにはまあ随時、夏美さんにね聞いてみたいこと、うん、うん、その夏美先生がビシバシ回答していきますので、あれでしょ、なんか適当に聞いてほしい、適当に聞いてきて、
適当に答えるから。そうそうそう、まあそう真面目な質問ももちろんいいですけどね。あ、もちろん、うん、うん、だからそれで随時ね、夏美さんに聞きたい質問とか、うん、まあ僕でもいいですし、うんうん、夏美さんに質問で、夏美先生に質問です、あるいは健太さんに質問ですと、うん、でも構いませんし、うんうん、はい、質問をどしどし受け付けておりますので、よろしくお願いします。はい、なので次回ですね、まあ、この後2本撮りさせていただくんですけれども、うん、はい、その時にまあ本来予定していたトークテーマの方を発表して、うん、いただいているメッセージもね、読んでいきたいと思いますので、うん、はい、次回の、放送を、うん、まあ、本放送で聞いている方はね、お楽しみにいただければと、はい、お願いいたします。ツイキャス引き続きやります。はい、ツイキャスもね、引き続きやりますので、収録をね、生でご観覧をされている方は、うん、引き続きお付き合いいただければと思います。はい、では本日の収録を、メンヘラショーはゴリラでお開き今日も元気に爆中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、はい、あ、読めなかったツイキャスがあった。ん、読めなかった。ペーターさんの銀玉に射抜かれた選手、キムタクさんのライブで見るの久々。ああ、嬉しい。ペーターさん、夜中に夏美さんが見えちゃったらどうしよう。どういうことどういうこと夜中に夏美さんが見えちゃったらどうしようってどういうこと、失敗、うん、あ、失敗、あ、失敗、あ、お顔がドーンだから、そういうことかな。お顔がドーンだから、これが残像みたいな。夢に出るって、夢に出るって、いいんじゃない、いいんじゃない、あ、出演料、出演